その子が母親とは別の女が産んだ兄弟がいると知ったら、手術には私が責任を持って付き添うから。明日病院行け。え？全然食ってないだろう。今日だけじゃなくてさ。いや、それは失恋のせいですから。お前分かってないのか。お前普段かなり大食いだぞ。ちょっと部長バカにしてますか。ええ、でも本当に病院は行けよ。はい。あれ、前の生理っていつだった？したいの。ちょ、イサオ。お願いします。はい、少々お待ちください。今保険証を返しますね。はい。松永さん、保険証ありがとうございます。ありがとうございます。成田さん、松永さん、同じ病院なんて偶然ですね。成田さんもピル。あ、いえ。成田さん、最近やつれてませんか？そうですか。たまに言いますよね、女の弱さを使って離れていく男をとどまらせようとする卑怯な女。あ、成田さんのことじゃないですよ。一さんにひどいことをした私、元カノへの敵意、心拍も確認できますね。成田さん、妊娠されてますよ。もう11週に近いです。もし当院でご出産なされるようでしたら、お早めにご予約ください。大好きな人との赤ちゃん。産もう。一人でも育てよう。こんな状況でも、この命が嬉しくて仕方がない。一さんに連絡しないと。でも市川です。 あ、成田です。今産婦人科にいるそうだね。足りなければ欲しい額を言ってくれ。これはいただけません。まさか産む気なのか。別れたのに。
ご迷惑をおかけいたしませんので。一人で産むといっても育てるのは並大抵のことじゃない。簡単なことだとは思っていません。では和也が他の誰かと結婚をして和也に子供ができたらどうなる？君が一人で産んだことを後から知ったらどんな気持ちになる？和也だけじゃない、その子が母親とは別の女が産んだ兄弟がいると知ったらどう思う？これ以上不幸な人間を増やさないでくれ。手術には私が責任を持って付き添うから。お前今日有休だろ。お仕事中にすみません、伝えたいことがあって。成田さん、赤ちゃん諦めちゃうかもしれません。止めに行ってあげてください。はあ、いきなり何言ってんの。私、市川さんのお父様に彼女の妊娠のことを話してしまって、そしたら直接誰の子なのか聞き出したみたいで。え、この後彼女と一緒に産婦人科に行くって言ってました。このままだと中絶させられてしまいます。どういうこと。ごめんなさい、私出野部長との赤ちゃんだと勘違いしていて、だからこんなことになるなんて思わなくて。まさかあの時の。その病院の名前と住所すぐ送って。俺がバカだった。何も見えてなかった。最近ちょっと変だぞ。何かあったのか。ううん。ミサオ、ごめん。俺は何も気がつけなかった。いい加減、自分に閉じこもるのはやめろ。ちゃんと周りを見ろ。こんな事態になるまで自分のことばかりで。大丈夫か。絶対にお前が望まないことはさせない。俺、何だってするから。頼む。間に合ってくれ。待ちなさい。この胸を呼んで何を言ってるんだ。ミサオ！ミキさん。ミサオ。赤ちゃんは、お前の体は大丈夫か？産んでよ。俺が、お前らのこと一生守るから。カズヤ、こんなことは絶対許さんからな。あんたさ、一体何してくれてんの。やっていいことと悪いことぐらいわかんだろ。イクさんのお父さんでしょ。親だったら何してもいいのかよ。ミサオ、こいつに何か言われてこうなったんだろう。私は大丈夫だから。大丈夫？